ユーゴスラビア鉄道のロゴマークユーゴスラビア鉄道は1920年代に旧ユーゴスラビアで設立された鉄道事業者で略称は J である。ユーゴスラビア鉄道はユーゴスラビア王国の国有鉄道として設立され、1929年にユーゴスラビア国有鉄道に改称された。1941年に一旦ユーゴスラビア国有鉄道は中断され、 クロアチア国有鉄道とセルビア国有鉄道が設立されるが第二次世界大戦後の1952年に再建されユーゴスラビア鉄道と改称されている。ユーゴスラビア鉄道はユーゴスラビア連邦の各国が独立する1990年代まで存在した。ユーゴスラビア鉄道はハンガリー製の蒸気機関車を広く使用していた。電化が開始されると イタリア製の電気機関車が使われ、スウェーデン製や国産の車両も使われるようになった。ディーゼル機関車のほとんどはゼネラルモーターズ製であった。ありがとうございます。